弱ってるけど燃え尽きたか。ボロボロだな。さて俺が何が言いたいんでしょうか。答えはてめえのベルトに挑戦させろこの野郎。強烈でそしてシンプルな挑戦表明です。やはり石森泰治の狙いは高橋忍が持っている IWGP ジュニアヘビー級のベルトです。石森、情けない男になったな。バレットクラブで唯一お前が一番まともだと思った情けない男だ。こんなやり方でしか俺に挑戦表明できなくなったのか。そこまで下がっちまったかな。あの時のスーパージュニアの決勝戦懐かしい。俺が望んだ俺の好きじゃない挑戦表明の仕方だったけど面白い。やってやるよ。組め石森と。すぐに組め。俺もさ、勝ったものが全て正しいと思うよ。たとえどんな手を使ってでも反則を取られてないんだ。勝ったものが正しいと俺は思うよ。でもまさかイービルの口から正義なんて言葉が出てくるとはね。キングオブダークネス、実は正義に憧れを抱いてるってこと？だったらさ、バレットクラブじゃなくて永田裕二選手率いる正義軍に入った方が良かったんじゃないの？正義軍でバックステージで永田選手に頬を張られた方が良かったんじゃないの？そんな姿を見てみたいね。イービルと俺のタイトルマッチもう決まったんだろ。イービルもやる気があるんだろ。だったら決定だ。さあどこでやる？噂通り神宮球場でいいのかな。その辺はさ、チャンピオンがイービルが決めるべきだと思うからさ、どこでやりたいか場所の指定があるんだったらさっさと言ってくれよ。いや、さっさと言えよカブラン。お、見た見た、あいつボロボロだな。まあいいや、明日はヒロム、お前が好きだよ。もっともっともっと徹底的にやってやるからな。おいおい、見たろ。おい、シングルだろうがよ、タッグだろうが、6人だろうが、見たらわかるだろう。今から猿でもわかる。本当の理由を教えてやるよ。強えもんが勝つんだよ。ナイビル、ナイト、何がメンタル機関だから笑わせるんだろう。お前なんて返り討ちにしてやる。